ワンコインおつまみ選手権スタート。予算500円以内ならどこで何を何品買っても OK のおつまみ一種格闘技戦。あ、いったいったいった。正々堂々と戦いましょう。はい、お願いします。焼きそば&たこ焼き、メンチカツ、ホタルイカのお気づけ、厚切りザーサイ、エイヒレはいはい、星さんありがとうございました。チキチキチキン南蛮、アジフライ、エビフライ、メイン級が3つも、半額汁の重ね張り、飲み会の途中なんですけどね、もしよかったら一緒にどうですか。そろそろ参りましょうか。想像おつまみ選手権。イエーイ何ですかそれ。うまい飯のことを語りながら、それを魚に酒を飲むって遊びをさっき思いついたんです。ワイルドラーメン、背脂ギトギトのニンニクスープ、タンタカの煮付けです。あんなに一髪が愛おしいと思ったことはありません。おかわり来た、星さん。バターライスでした。ご飯の上にバターを乗せて明太子を乗せるんです。あの頃の明太バターライスを超える料理に出会ったことはありません。帰ってきた日には必ずお母さんがお父さんの大好きなもつ煮込みを作るんです。お酒を飲みながら美味しそうに食べるお父さんの顔と家族揃って食べるその時間が大好きでした。優勝は玲子ちゃんでいいですね。いいです。やった。なんでの終わるで千鳥足になってんすか。超ウケる。ビー玉とか懐かしい子供の遊びありませんか。子供の頃の遊びって今やっても面白いの。だるまさんが転んだ。帰らないおじさん、11月17日夜11時。